どうも皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。今回で4回目ですよね。4回目の方の放送ということで、1回目から徐々に、再生回数も減ってきてますが、それはね、僕も予想してた通りというかね、大体そうなんですよ。こういう新しいことを始めた時って、最初はね、結構みんな珍しくて、見てくれたりするんですけど、続くとね、やっぱどうしても、こう楽しんでもらうには、割と工夫が必要なんですよ。で、割とね、僕の、このね、この放送っていうのは、そんなに工夫せずに、緩くやっていきたいなっていうことなんで、あんまりそんなに手を加えずにやってきてたんですけど、今回で4回目ということで、どっちかっていうと僕、自分のことを喋りたいっていうよりかは、話す練習をしようということで、始めたっていう部分が、実はちょっと大きくて、セミナーとかで、人前で喋ることがちょっと多くなったんで、アドリブでね、喋っても、なんとかこう話を組み立てれるように、鍛えていきたいなというので、この放送は、ちょうどいいのかなということで、はい、そんな、ざっくばらんな感じで第4回目を迎えたいなと思います。1,2,3 と、結構なんか壮大なテーマで喋っちゃったんですけど、一番最初ね、僕ドラムを始めたきっかけについて、ちょっとお話をさせていただこうかなとは思います。そう、僕ドラム始めたのが、小学校5年生の3学期なんですよ。10歳、11歳ぐらいの時なんですけど、なぜこうドラムを始めたかというと、僕は兄貴がいるんですよね。兄貴が、2人いて、で、年が離れてるんですよ。6歳と7歳、僕から年が離れてて、で、僕末っ子なんですけど、僕が小学校、5年生の時に、兄貴は高校1年生とか、なんかそんなぐらいの、離れてたんですね。で、その高校生だった兄貴は、バンドを組んでたんですよ。で、兄貴同士は年子で、同じバンドでやってたんですよ。一番上の長男がベースで、その次男、2番目の兄貴がドラムっていう感じで、で、グリーンデーのコピーで、グリーンジャイアントっていうバンドをやってたんですけど、その兄弟でね。で、その兄弟のライブを、小学校5年生の時に初めて、母親ね、おかんに連れて行ってもらって、初めて見に行ったんですね。で、その時からその、兄貴が音楽をやってて、なんか家にね、なんかその CD とかたくさんあったんで、なんか、こう子供ながらにその兄貴のやってることってちょっとね、こう興味があったんで、なんかちょっとこう覗き見してたんですよ、後ろからね。こうチラチラっと見てたりとかして、で、なんか家にギターが置いてあったりとか、ベースが置いてあったりとか、なんか楽器がね、ドラムね、スティックが置いてあったりとか、楽器が置いてあったりしたのを、こうチラチラっとこう子供ながらにね、こう弟ながらにこう見てたんですよ。で、初めてそうやってそのライブを見て、生演奏を見たときに、もう本当にね、雷をね、落とされたような衝撃を受けまして、僕その時に。ほんまにね、漫画のような、なんか、はぁ、みたいな、なんか衝撃を受けて、なんかね、もうなんか一瞬で心を奪われてしまったんですよ、その時に。そう。で、言うてね、その高校生のコピーバンドなんで、別にそんなにプロ的なね、演奏っていうわけではないんですけど、なんかその生演奏のね、なんか凄さというか、なんかその世界観というか、なんかそれにね、一気に引き込まれたんですよね、その時に。で、もうその演奏を見たときに、帰りの車の中でおかんに、なんか僕も音楽やっていいみたいな感じで、バンドやっていいみたいな感じで聞いて、あ、ええよ、好きにやったらいいやん、みたいな感じでおかんが言ってくれて、で、その次の日に、僕、タウンページって、なんか、今でもあるんですかね、タウンページって、なんか緑、黄色のなんか、分厚い電話帳みたいな、なんかね、こう、家に一冊あったんですけど、子供の時にはね、どの家庭にも多分、一家庭一冊あったと思うんですけど、そのタウンページを見て、ドラムを教えてくれるところを探して、当時そのホームページ、インターネットとかないですから、タウンページを見て、ドラムを教えてくれるところを探して、そしたら、たまたま家の近所に、なんか音楽教室があったんで、で、そこに、習い始めたんですよ。で、なぜかね、ドラムに惹かれたんですよね。なぜかドラムをやりたいって思って、ドラムを習いに行くことになるんですよ。そこでね、初めて習うことになるんですけども、で、なんかね、兄貴には、こう、教えてもらおうとはね、あんまり思わなかったんですよ、なんか。
なんかすごく恥ずかしいというか、兄貴にドラム教えてっていうのはなんか言えなくて、なんかドラム教室で教えてもらったっていう感じなんですね。まあドラム叩いてもなくて初めてね、音楽教室で行ったんですけども、なんかね、まあ厳しくはないんですけどね、なんかほとんど基礎練習しかね、やらなかったんですね、その時はね。その時はね、ドラムセットはあるんですけど、ドラムセットに座ることなく、もう練習パッドの上でひたすら、タン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 、なんかこうね、四分音符、八分音符、こう練習するわけなんですね。そう、これ一体何がおもろいねん。俺が見たロックとは全然違うやんけ、とか思いながら、なんか、まあ、頑張って先生の言われた通りに、まあ、頑張って基礎練習をするわけですね。で、そっから半年後ぐらい経った時に、まあ、その音楽教室で発表会をやるということになって、で、そこで初めて、ドラムセットに座って、なんか8ビートの練習とかをするようになったんですよ。そう。で、そこで、初めて演奏した曲が、ビートルズのオブラディオブラダっていう曲なんですね。そう。で、これが自分の、僕のドラム人生の中で初めてできるようになった曲なんですね。だから、なんか僕のドラムレッスンで、体験レッスンで来てもらった時は、必ず、まあ、必ずというか、まあ、ドラムを全くの未経験で来た人は、まず最初にこのオブラディオブラダを叩けるようになってもらうんですよ。で、なぜなら、まあ、僕が一番最初に叩けるようになった曲なんで、一番、その自分がどういう風にやってこれたかっていうのを肌感で一番覚えてるんで、それを一番伝えやすいんですね。そう。だから、まあ、一番最初に、オブラディオブラダを演奏してもらうっていうことを決めてるんですけど、まあ、その発表会で、オブラディオブラダ、まあ、その、ドラム教室で、オブラディオブラダを演奏することになって、で、発表会の日を迎えるわけなんですね。で、その発表会で、まあ、発表会当日になったんですけども、まあ、ちょっと遅れてしまって、リハーサルができなかったんですよ。リハーサルができなくて、ぶっつけ本番になってしまったんですね。そう。で、ぶっつけ本番でいきなり、その大勢の前で、初めてステージに、こう立ったんで、もう緊張しすぎてスティック落としてしまったんですよ。こうイントロからイントロスティックを落としてしまって頭真っ白になって、で、自分の中ではもう全然うまくいかないまま本番を終わってしまったんですね。そうで、終わった後に、まあ、先生から、スティック落としたの全然気にせんでええからなって言ってくれたんですけど、まあ、僕の中ではね、ものすごくショックでというか、あ、やってしまったみたいな、まあ、後悔がもうめちゃくちゃ多くて、もう帰りの車の中ではもう大泣きですよね。もう悔しさで、悔しさでも泣いて、そう。でもなんかその時に、まあ、これでドラムやめようとは思わなくて、もうこんな失敗はもう二度としたくないみたいなのを、なんか子供ながらにね、強く思った経験はあります。まあ、それが僕の初めての初ステージなんですけどね。そう。まあ、今ね、振り返ってみたら全然スティック落とすことなんか、全然問題ないし、僕今までもう何万本とスティック落としてきてますから。そうそう。だから全然スティック落とすことは本当にその当時の先生がおっしゃった通り、全然気にしなくていいんですけど、まあ、初めてのステージ、ものすごく落ち込んだっていう経験があるので、だからね、わかるんですよ。やっぱその、まあ、僕発表会をやったりとかして、まあ、生徒さんが、まあ、ものすごく緊張していて、で、スティック落としてしまう生徒さんとかもいるんですけど、めちゃめちゃ気持ちわかるんですよね。で、多分すごく悔しい思いをしてるっていうのも、まあ、気持ちわかるんですけども、まあ、一生懸命やった結果、まあ、うまくいかなかったのであれば、まあ、絶対次はね、この、いい方向に進むと思うし、まあ、その時の悔しさがエネルギーとなって、ね、次の挑戦につながるっていうのが、まあ、であれば、全然ね、失敗じゃないと思うんで、ね、今思ったら、全然、大丈夫なことなんですけど、まあ、当時はね、そんな、失敗談がありました。それがね、まあ、初めての、発表会で、初めてステージに立って、まあ、緊張して、もう偉い目にあったというようなことだったんですが、まあ、そこから中学校に上がって、まあ、バンドを組んだりするようになるんですよ。で、当時、まあ、バンドを組むと言っても、そんなに周りにギターやってるとか、ベースやってるとかっていう友達っていなかったんで、なんかね、友達にね、お願いした記憶があります。なんか、俺ドラムやってるんやけど、なんかギターやってくれへんとか、ベースやってくれへんとか、ボーカルやってくれへんみたいな感じで、友達お願いして、無理やりやってもらったというね、ことでしたね。そう。で、まあ、近くの楽器屋さんで、まあ、なんかみんなで、練習したりとかっていうような感じでやってました。で、中2の時にね、初めてライブハウスを借りてライブするんですよ。で、それね、実は、
初めての僕のイベント企画なんですね。イベント企画初めて中2でやるというね、なかなか今思っても、ああ、早いな、みたいな思うんですけども、イベント企画を初めて、まあ、中2でライブハウスを借りてやるんですね。まあ、同じ中学校の同級生の、バンドと、僕たちのバンドと、ツーマンで、ライブを企画するわけなんですね。で、ライブハウスを借りるのに、まあ、もちろんお金かかるんですよ。まあ、田舎なんで、まあ、安かったんですけど、まあ、1日ホールレンタルして5万円かかったんですね、そのライブハウスはね。そう。で、まあ、そのライブハウスのお金を回収しないといけないということで、まあ、チラシをね、ノートに、鉛筆で手書きでチラシを作って、で、チケットも作って、入場料300円とかで、まあ、チケット作って、で、同級生に売っていくわけなんですけど、それがね、ちょっと問題になりまして、なんか、チケットを売りさばいてる子がいるということで、学校でちょっと問題になったんですよ。で、これ先生に呼び出されて注意されたんですよ。で、これお金返しなさいと、同級生に。友達にお金返しなさいって言われて、これはちょっとお金取ってライブできひんな、ということで、そのホールレンタル代を、まあ、自分たちでこうバイトをして、稼がないといけないということになったんですね。で、その、まあ、僕と同じ、そのバンドのメンバーだった子のお父さんが、ゴミ処理場の会社を経営されてたんですよ。で、そのお父さんに相談して、ゴミ処理場でアルバイトをして、そのライブハウスのホールレンタル代を稼ぐということで、バンドメンバーで、そのお父さんの、その子のお父さんの、ゴミ処理場の会社のお手伝いに行ったんですよ。で、一週間働いたのかな、みんなで。一週間働いて、ゴミ処理場行くわけですけど、このゴミ処理場の仕事がね、マジで辛かったですね。まあ僕の仕事嫌いエピソードがまだあるんですけど、ゴミの仕分けの仕事なんですよ。だからそのベルトコンベアみたいなのがあるんですけど、もう上からその全部混ぜくちゃになったゴミがドロドロドロってこう降りてきて、でベルトコンベアの中にこうベルトコンベアの上にドーンって乗せられて、ベルトコンベアがこう動き出すんですね。でそのベルトコンベアを囲うように従業員がまあ8人ぐらいいるんですけど、その従業員にはそれぞれ担当があって、缶とかね、ビニールとか、そのベルトコンベアの中からビニールだけ取っていく作業員とか、その空き缶だけ取っていく作業員とか、その混ぜくちゃになってゴミを仕分けしていくような仕事なんですよ。で、これがね、もうめっちゃくちゃ臭いんですよ。ほんまに。お世辞抜きで本当に臭くて、もう今でもね、思い出したらその匂いが蘇ってくるぐらい、本当に臭いですよ。本当にね、大変な仕事やなっていうのを、もう子供ながらに思いましたね。そう。で、ね、ずっとこうやってたら、まあ、適当にやってくるじゃないですか。その、僕、ビニール担当だったんですけど、ビニール、もうね、そんな、頑張って仕分けしてやってられないんで、まあ、適当に僕の、ところに、ぽいぽいってやってたら、ちゃんとやれみたいな感じで、こうね、そこの、おっちゃんたちに怒られながら、はい、もう大変な仕事なんですけど、まあ、それでなんとか、その、ライブハウスのホールレンタル代を、まあ、5万円稼いで、それで晴れて、ライブができるようになるんですね。まあ、それが、初めてのライブで、ほんでお客さんもね、たくさん、まあ、同級生が、たくさん来てくれて、で、まあ、その、ライブハウス、を借りるのに、まあ、その保護者も、まあ、付き添いでいてくれというような、まあ、未成年中学生がライブハウス借りでやってるんで、だから保護者つけてくださいということで、友達のお母さん、全然音楽全く興味ないお母さんを、その場に呼んで、お母さん寝てましたけどね、後ろでね。そう、全く興味ないお母さんをその場に呼んで、ほんで、入場無料でね、そのライブを、成功させたということで、それが初めての初ライブですかね、僕のね。はい、それが中2の、いつやったっけな、中2の、なんか夏頃だったと思います。なんか半パン履いてやった記憶があるんで。はい。で、そこから、まあね、まあバンド、まあそのまま続けて、ライブもね、2回ぐらいやったのかな。で、まあそのライブハウスにも僕ちょいちょい出入りしてたんで、なんかまあドラム上手い子がいるということで、なんか話を聞きつけてくれて、まあ、地元の先輩が誘ってくれて、まあ地元のバンドに入ると。ということですね。で、そこから僕のバンド人生がスタートするということになりました。はい。ということで、まあ、ちょっとざっくりね、僕がドラムを始めてから、まあ、初ステージ、まあ、初ライブの話を、まあ、ざっくり話させていただいたんですが、そうですね、またちょっとね、何話そうかなーっていう。まあ、でもね、こうやって特に何も考えずに喋った方が喋りやすいかもしれないですね。はい。また、ちょっと時間があるときに、こうやって、撮って、このね、
どんどん再生回数は減ってるかもしれませんが頑張って喋っていきたいと思いますので、はい、また次の放送でお会いしましょう。さよなら。